乃木坂46の公式ライバルとして結成されたアドルグループ僕が見たかった青空略称僕が19日東京竹芝ニューピアホールで僕が見買ったワンマンライブボリューム0を開催しセカンドシングル卒まで1月30日発売収録曲や乃木坂46制服の招きのカバーを含む全9曲をパフォーマンスしたグループは 乃ギザカ46の公式ライバルとして今、6月15日に結成。応募者35,678人の中から選ばれた23名。ゼップダイバーシティ、東京でお披露目された。そして、8月30日にデビューし、グル青空について考えるをリリースし、第65回本レコード大賞新人賞を受賞した。 今月23日にフリーイベント僕はおクリスマス2023代々木公演やステージの開催来年1月30日にはセカンドシングルの初も控える中2023年の集大成となるこの日を迎えグループ初のワンマンライブとなる本公演直前には八木陣愛、早崎鈴木、先イコール立崎、吉、この名 安納はごろも、西森あみ、ヤギ堀離れが、報道陣の在に対応した。この日のライブでは、ファン700人、動員。センターのヤギは、覚えることも多くて、構え苦戦しているところはあるととろしなが、開催させていただけるのは、いつも応援してくださってる、ファンの方や支えてくださる方、いるからなので、今日来てくださったファン、 方々に、目一杯楽しんで帰っていただける、うに頑張りたいと力を込めていた。その言葉、体現するように、ライブでは、デビューシングの収録曲全曲を全力で届け、セカンドシングルの表題、卒業までのほか、カップリング曲、君のための、も初披露。セカンドシングルでは初めて選抜制が導入、出たこともあり、卒業まで、お選抜メンバーで、る青空組の12人、 君のための歌を選抜以外の11人、構成した雲組がパフォーマンスした。アンコ、ルでは、乃木坂46のフォースシングル、制服のマネキンを、バー、同曲のミュージックビデオが、ライブ時カに公開されて、話題となっている中、メンバー、メガボルトでも着用している、乃木坂46をマージュした。そうに身を包み、リスペクトを込めた渾身の歌、ダンスを披露した。 取材では、ヤギが今までメガボルトなを何度も見させていただいて大好きな曲のツです。嬉しい反面、できるだろうかというレッシャーもあったと告白。本家の皆さん、パフォーマンスが一番なのは当然ですが、そう、背中を追いかける身としてリスペクトを込み手披露させていただきましたと力強く、5。僕が見たかった。 ワンマンライブボリューム0セットリス01青空について考える02制服のパラシュート03思うで尻切れトンボ04好きになりなさい05君のため歌06卒業まで07飛ばなかった紙飛行機08制服の魔、ま、金乃木坂46カバー09青空について考える